僕自身初めてああいう大きい怪我をして、まあ、長い期間離脱してて自分の体のことを真剣に考えたことがなくて、どういう使い方をしててどういう場所に負担がかかってるとかっていうのをあまり意識せずにずっとプレーしてきたんで、今回この怪我をして初めて向き合ったというか、自分の体の使い方がどうなってるのかなとかっていうのに真剣に考えて改善する期間にしました。走り方とかステップの踏み方とかをオフの期間に豪徳君と一緒にトレーニングしてちょっと意識を変えてみたりとか、あと柔軟性を柔らかくしようと思ってストレッチの時間とかは増えました。開幕戦チームの勝利をピッチの上からスタジアムの上から見てて、すごく、まあ、チームが勝ったことは嬉しかったですけど、まあ、そこに自分が立ってプレーしてないっていうのはすごく、まあ、悔しかったですし、なかなかコンディションの面も含めていい状態でプレーができてなかったっていうのも含めてすごく悔しくて、で開幕戦終わってからの次の週からはいつも通りの状態でプレーができるようになったので、どんなメンバーに入ってもスタメンにじゃなくてスタメンで出れるような準備をしてました。直前に子供が生まれたっていうのもあって、すごく気持ちは高ぶってたんですけど、こう高ぶりすぎてなんかうまくコントロールできなかったです、気持ちの面は。久々の試合なので、まずは自分の持ち味を存分にすることと、あとは楽しんでチームの勝利のために全力で戦います。じゃあ点取ってゆりかごなししましょう。 OK、 いきます。前半の45分、今始まりました。画面左から右に攻めますのが赤と黒の縦島、ホームの北海道コンサドーレ札幌。ここで奪いました武藤です。中に入れて大迫が右足決まった。エース大迫2戦目でゴールが生まれました。1対0神戸先制。止めてからシュートのイメージがねもうできていて、もう本当に素晴らしいゴールでしたね。試合前にタカさんが点決めたら やろうってミーティングで言ってくれて、でやってくれましたというシーンです。いいのが持ち上がる、佐々木も絡んでいきますが、さてそしてもうちょっと対抗しないとまた後々ちょっと怖いことになる可能性もあるなとちょっと感じますよね。そして菊池龍穂は2位の7世に代わって入りますので、おそらく菊池が真ん中。全然ダメでした、まあ、もちろん相手ありきなんで全部が全部自分の
あの良さを出せるわけではないと思うんですけど、まあ、前回の試合はすごく守備の時間が多くて、あまりオーバーラップしたりとか後ろから上がっていくシーンっていうのを作れなかったっていうのも一つですし、何ですかね、まあ、ちょっと気合入りすぎてこう空回りしてた感じはありました。まあその悪いながらにやっぱりできることはありますし、あのこれまで J リーグの試合も何試合も出ているので、その悪いからって全てが悪いってわけではなくて、試合の状況を見ながら今日の自分には何ができるのかっていうのは考えてプレーしてました。まあ、チームとしてはすごくいい入りができましたし、まずは最初のスタートダッシュをこのままあの続けていくことがチームとしてはすごく大事だと思いますし、まあ、個人としてはそうですね、今年はやっぱり数字の部分もすごくこだわってますし、まだアシストつけれてないので、早めにそこは一つつけてあの安心したいです。ありがとうございます。